始まりまりした理系編ワンキャリーオンライン豪雪進行を務めます美由ですこの番組は忙しい理系学生の皆さんに向けてたった30分で企業の理系出身者の活躍の実態をお伝えしようそんなコンセプトの番組ですでは本題に入る前に視聴者の皆さんへチェックインのお願いですチェックインをしないとこのセッションを視聴したことが伝わりません YouTube URL のの概要欄欄チャット欄の もしくは表示されている QR コードから必ずチェックインをお願いします。もしチェックインできる企業が表示されない場合は、お申し込みの時に事前チェックインが完了していますのでご安心ください。では早速今回のゲストをご紹介しましょう。ソニーグループからカイズさんそして小柳さんにお越しいただきました。本日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではですね、簡単に自己紹介いただきたいと思います。ではカイズさんからお願いします。 はい、ありがとうございます。本日あの参りましたソニーグループで採用担当をしております海津と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では小柳さんお願いします。はい。とソニーセミコンダクターソリューションズであの研究部門というところでガス設計の方を行っております。小柳と申します。学生時代はあの物質理工学院というところで材料の研究を行っておりました。本日お願いします。お願いします。材料というのは今のこのお仕事。 ソニーさんでやられているお仕事につながってきますか。そうですね。あの半導体っていうジャンルでやっぱり関わってくるところはあるのかなと、うん、はい、思ってます、えー。当時のなんか就活軸ってどどういう感じでした。<laughs> そうですね。自分の軸はあのやっぱりあの自分が勉強してきた半導体の知識を使えるっていうところと、うん、やっぱ自由にこう自分で考えて進めるような会社というところで<ー>、はい、進めておりました。 そうですか。はい、じゃあ、その経験どう生かされて、そしてどんなふうに仕事を進められているのかということをまた後ほど教えていただきたいと思います。はい、ますではですね、早速今回の企画内容から見ていきましょう。こちらです。会社紹介プレゼン。理系社員が輝いた瞬間2 0今なぜ理系学生が求められているのか、順番に参りましょう。では最初のコーナーです。こちら。会社紹介プレゼンです。 まずは基本情報としてどんな事業を展開している会社なのか5分間でざっくりと説明していただきたいと思いますでは海津さん5分間のプレゼンお願いいたしますはいお願いいたします、はい、では私から簡単にソニーグループの概要をご紹介させていただきます、はい、で皆さんですねあの今回このイベントご視聴いただいておりましてまず最初にちょっと質問ですということでソニーと聞いて何か思い浮かべるキーワード製品作品などなどございますでしょうか あの、いつも就活イベントがあるとこの質問を最初に聞いているのですが、あの今日は皆さん画面の向こうで考えていただきましてで、あのよくですね。この質問をするとまあ、こういったですね。身近な製品を思い浮かべてくださる方が多いかなと思っております。まあ、携帯エクスペリアです。とか、音楽好きな方、イヤホンヘッドホンノイズキャンセリング機能がついているものだったりとか。まあ、あとカメラ。です。 ゲーム好きな方プレステなどなど、まあ、こういった製品思い浮かべて下さる方が多いかなと思っておりましてあのもちろんこういった製品ものづくりの会社ではあるんですけれども今日はこれ以外にもですね少しでもソニーの新たな一面とか社員について知っていただけると嬉しいなと思っております、はい、ではまず最初にソニーグループのですね大切にしている「ソニーズパーパス」といいましてソニーが何のために存在するのかという存在意義をちょっとご紹介したいと思います。 ですがクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすというものですソニーグループのま会社ですとか社員一人一人はこのソニーズパーパスをとっても大切にしております今日ですねぜひこのソニーズパーパス特にこの感動というところが一つキーワードかなと思いますのでぜひ覚えて書いていただけると嬉しいなと思います こんなソニーズパーパスを持っている会社なんですけれども、どういった事業を行っているのか、なんですが、この6つの分野で事業を行っております。左上から順番に、プレステでおなじみのゲームネットワークサービス、そして音楽ですね、YouTube でおなじみのファーストテイクの運営ですとか、あの芸人さんとかアーティストさんがいるような事務所もございますで。映画アバターとかですね、映画事業もございますし、あとイヤホン、ヘッドホンなどを作っているエンターテインメントテクノロジーサービスございます。 で半導体のイメージングセンシングソリューションという事業もございまして主力製品としてはイメージセンサーと言ってあのカメラやスマートフォンのカメラにも搭載されているあの周囲の背景の光を取り込んでそれを写真や画像に変えていくという主力製品がございます。で今日こちらの社員が来ておりますのでこの後じっくり聞いてほしいなと思います。そしていろんな金融サービスがある金融事業ということでこの6つの事業が主力としてございます。 でこちら業績見ていただければというふうに思うんですけれども2022年度昨日2023年度出たばっかなんですけれどもこちら売上げ見ていただきますと売上高営業利益どちらも過去最高となっています、はい、で左側のこれグラフですね事業ごとの打ち上げなんですが打ち分けなんですけれどもポイントとしましてはどれか一つの事業に偏っているわけではなくてそれぞれの事業がこうバランスよくですね業績があるというところが一つポイントで回ってソニーの強みかなと思っています。 実際にこう事業と事業を掛け合わせることによって新たなシナジーが生まれるということも起きております。はい、でこちら少し話は変わりましてソニーの人材理念ですねをご紹介したいと思うんですけれどもソニーは人材理念としましてスペシャルユーダイバースソニーというメッセージがございます。 これですが、まあ、いろんな個性を持った多様なあの一人一人の社員スペシャルユーといったところと、まあ、それを受け入れる器であるソニーという会社が共に高め合っっててて学び合って成長しいいいくという理念がございます、はい、ですのでこうどちらかが上とか下とかそういうことではなくて会社と社員が対等にあの成長していくという理念がございます。 それに伴ってというところではあるんですけれどもあの社員もですねあのかなり会社の中でいろんな多様なキャリアを歩むことができましてこれもですねあのソニーはですね自分のキャリアを自分で作っていくというような制度がございまして、まあ、会社と社員が共に高め合っていくというものもございますので、まあ、いろんな経験をしたいなという方はソニーという会社は結構おすすめかなと思っております。 では私から簡単に、ソニーの概要について、ご紹介させていただきましたので、この後詳しく、社員の働き方などを聞いてもらえたらなと思います。では、以上です。はい、ありがとうございます。と授業領域が広い。<laughs> ということですよね。そうですねはい。なんかこう、授業領域が広いとなると。<laughs> こう、学生者の専攻、ここにつなげたいって。<laughs> は,いは,いは,いはい。はい。ダイレクトに思っている方って、逆に。いろんなジャンルがある分。違うのかなと思うんですが、そのあたりどうですか。<laughs> あそうですね、はい、あの、まあ、いろいろな事業と職種がありますので、うん、どこかしらご自身の興味があるるものは見つかるかなと思っていたりしますでただ学生さんの専攻はじゃ何学部じゃないとソ連に入れないとかそういうことは全くなくて。 で学生時代の専攻と今の業務がそのまま直結というか結びついている方もいますしそうではなくて割とこと幅広くいろんな学んだことを生かして違う領域で活躍している方もいらっしゃるのでん,なんかこの専攻だからこうじゃないといけないとかはなくてあ,のあくまでこう自,自分のこう興味があるところで応募いただけるといいの意外と,いいと興味あ,のあるところって希望を聞いてもらえるんですか あ、そうですねもともとインターンシップも含めてコース別採用というものを行っておりまして就職活動の段階で職種最初に行きたい部門を選んでいただく形になりますわかりましたなので小柳さんもそれで職種別でそうですねあの半導体のあですです、はい、はい、お勉強を生かしてそうですはいイメージセンの方にお願いしたという感じになりますわかりました、はい、ありがとうございますではですね会社の概要もざっくりつかめたところで次のコーナーに参りたいと思います次のコーナーこちらです 理系社員が輝いた瞬間2戦です。このコーナーでは理系社員の方に入社前に経験したことが入社後どう生きているのか紹介していただきたいと思います。では早速小柳さん印象に残っているプロジェクトとその業務に来た学生時代の経験についてスライドを使ってご紹介いただきたいと思います。はい、こちらですね。じゃあまず一つ目の上の段のところをぜひ読んでいただけますか。 はいえっと、まず印象に残っているプロジェクトなんですけど、はい、こ,うこれ何かっていうと、はい、あの実際は、えっと、あのガスの微細化微細化ちっちゃいガスを作ることにチャレンジしているようなイメージセンサーですねより小さいガスを作ろうっていうところでそういうあのプロジェクトがあったんですけれども、はい、そこで自分はその解析担当として業務しておりました。 やっぱり小さいのであの高精細で綺麗な絵が出るんですけどその分その中であの課題解析っていうところで自分は、えっと、やっぱり大事だと思ったのが調べる力だったり主体的にこう考えていく力っていうのがかなり大事になったかなと思ってましてそこであのその力を使って課題解析をしてその結果あのフィードバックできて綺麗な絵が撮れるようになりましたっていうのがありますので。 そのあの主体的に考える力とか調査力が大事かなとはい考えましたえどんんな課題があったんですかそうですね、はい、やっぱりあの,ものあのどんどん画素を小さくしていくとうん、うん、その分作るのが実際難しくなります大きければ大きいほどこう例えば何でもしたらと思うんですけど細かい作業って難しいので、はい、その分やっぱりあのその作るのが難しくてその影響がこの写真撮った時にあの絵として出てきちゃうっていうのが今課題にありまして。 じゃ、あその課題の根本は何が原因だっていうところを、えっと、自分の方で考えたという、はい、流れになります。そうですか。これはまた製品化される中、中での、ということですよね。そうですね。はい、実はお客様にお渡しする製品になってます。あそうですか。学生時代の実験レポート研究過程での、この主体的に考える力って。こちらも、結構、なんですか。骨の折れる作業だったんですか。どうでしょう。あ、そうですね。はい、ちょっと皆さん、多分、あの。 共感してもらえると思うんですけど、<laughs> <laughs> あの結構学生時代 <laughs>、うん、理系学生って実験レポートとかってかなり膨大な量を課されると思います。まあいいことだと思うんですけど、はい、あとそれと研究過程でやっぱりそのわからないこと、例えば実験レポートとかって何でもかんでもうまくいくわけではなくて、結構思い通りにいかないことって多いと思います。でその中でこうやっぱり自分で調べるのもそうですし、うん、そのロジカルにこう考えていく。 だったりっていうその課題解決をする力っていうのがやっぱり養われ養われているのかなとはい思ってます。うん、これどうですかこの課題解解析無事あの成功した後のこうやりがいとか達成感みたいなところはいかがでした。そうですね。うん、やっぱりその自分が作ったものが製品になるっていうはいそれがスマートフォンに乗るっていうところでやりがいやっぱり大きいのかなとはい思いました。 どれだけの時間かけてこの課題解析でされたんですか製品化までってそうですね大体、はい、いいプロジェクトが1年とか2年単位で動いて、ね、スマートフォンはですすね、はいはい、動いてますでそのまあ課題も1個だけじゃなくて、うん、あの複数あるのでそれをこう分割してまあ3か月1か月とか2か月とかぐらいで実施するっていう流れになってますそうなんですねこの実験レポート学生時代の経験とプラスして必要だったスキルとかってありますか そうですね、はい、やっぱり専門の知識は追加で必要かなとは<ー>、はい、思いますなのでそのイメージセンサーの知識は追加で必要なんですけれどもだからといってその知識がある学生が必須というわけではなくてそれはもちろんあの会社の中であの勉強して知識蓄えられますので、はい、そこは大丈夫ななのかとチームの中にも割とそういった専攻外の部門から学部から来てる方も結構いる。 そうですね結構逆にそのイメージセンサーやってる方って少なくて研究室が多いわけではないので、えーえー、バックグラウンドが理系っていうところはみんなあの同じではあるんですけど、えー、そのいろんな、まあ、あの例えば半導体やってる人だったり、うん、有機系の学科ですね有機化学とかっていうそっち系のものから<ー>えっと入ってくる方も結構いいらっしゃいますそうですかこれ何年目ぐらいで小柳さん新規イメージセンサーの開発これは2年目ぐらいですかね 2年目、はい、こういった2年目で割と新規イメージセンサーの課題解析っていうことは割とすごい大きい仕事かなと思ってしまうの,がその辺りはどうですすそうでかね、はいえっと、結構そのイメージセンサー開発ってあの若手社員にもこうチャレンジできる環境があるので、まあ、全部が全部自分でやるわけではなくてうん、うん、例えばそのチ,ームのチームとして課題解析に取り組むっていうところなので。 そのあもちろんはいあの責任は重たいんですけどはい、はい、チャレンジさせてもらえたっていう,、はい、う感じかなと思ってますチーム大体どれぐらいの規模でやってたんですかそこはちょっとまああのプロジェクトによりますね、はい、その自分がやってる画素開発だとまあ何、はい、まあ十十人とかですかね十人ぐらいのチームで,いで、はい、実施してましたそうですかありがとうございます、はい、では二つ目いきましょうか二つ目お願いします。 はい、とこちらはですねあの新規プロジェクトを立ち上げの時のチームビルディングと書かせてもらってます。で、えっと、こちらもあのイメージセンサーの開発ではあるんですけどこっちの場合はあの解析担当というわけではなくてそのチーム画素チームリーダーとして入った業務になっています。でえっと、やっぱりその 開発する上でこちらのプロジェクトの場合はあのスケジュールが厳しいっていうのが大きな課題でして、はい、もちろん、はい、あの製品化してお客様を届けるっていうまでのスケジュールがかなり、えー、とタイトな、はいはい、プロジェクトっていうところでそこが、えー、と課題としてありましたで、えーとまあ、実際その何に印象に残っているかっていうと初めての,そのガソチームリーダーっていうところでそのなんですかねガソチーム以外のチームの。 方々と協力してあの製品化を達成できたっていうところでかなり印象が強いプロジェクトになってます。それが学生時代のこのチームとして活動する経験が生きたと。はい、あ、そうですね。あの部活動やサークルなどのコミュニティでえっとチームとして活動する経験とかしてもらってますけれども、はいはい、やっぱりそのチームで結局その上で言ってた課題解析っていうのも。 一人ででで全部できるわけではなくてやっぱりその複数人のチームから、えっと、それぞれエキスパートが集まってきて協力してやる方がやっぱり効率いいのでそこの,あのそのチームの中で自分が何を求められているかっていうのを理解してまあ逆にあの他の人は何が欲しいのかっていうとこですねそこも考えながら動けるっていうのが、まあ、大事な経験なのかなと、はい、思ってます。 大変だったことって一番大変だったことは何ですか？そのチームビルディングの中で。そうですね。うん、やっぱちょっと自分が若手なのもあって、最初この他のえっとチームの方は、ま、年上の方とか結構いらっしゃいますんで、そこのコミュニケーションこう。自分の意見をこう通すっていうのがまあ、最初はちょっと苦戦しましたね。うん、具体的に部活動サークルっていうのはどういったものだったんですか？ 自分部活動としてはバスケットボール部に入っててあーまあチームスポーツっていうところではい、はい、やっぱりちょっと体育会系ってあれなんですけれども何ですかねあのチームとしてこう物事を考えるっていうその視点がついたのかなとは思ってます。 さん、具体的にはどういった立ち位置だったんですかマネジメント的なそう、えっとあそこまでのレベルではなくて、はい、あの製品のプロジェクトがあったときにプロジェクトの下にこういくつか担当のリーダーがつくんですけどその中の,その画素のリーダーとしてし、はい、しておりましたうそうなんですねじゃあこういった研究以外のこういった部活動なんかの経験も生きるそれはやっぱりチームで動くことが多いからっていう感じですかね。そうですねはい か,思います分かりまししたどうでしょうでょこういった経験を踏まえてソニーグループさんで理系社員として働く魅力ってズバリ何ですか、うん、そうさっき言ったように若手の中がやっぱりチャレンジできるっていう環境があるっていうのとやっぱりちょっと後ででもうちょっと話したいですけどえあの答えをこう自分で考えていくっていうのがやっぱりあのソニーだと 結構できやすいのかなと思ってて。うん、その一人一人がこう自分で考えた意見をこうぶつけ合うっていうのがちょっとそういう。環境を作れてるってところがいいのかなと、はい、思ってます。わかりました。理系社員としてこのプロジェクトを通してじゃ。一方で学んだことだったり、新たに得たスキルっていうのを最後伺ってもいいですか。そうです、はい、ね。えっと。学んだこととしてはやっぱりその。学生まではもちろんチームには。 入ってるんですけど、うん、一応研究はその一人の戦いなので。あ, <laughs> あの、えっ、ね、と、やっぱりその会社の中で、こうチームとしてこう。全体的な、あの最適化を行うっていうところを考えれるようになったのかなと、うん、はい、思ってます。ありがとうございます。では、桑柳さんのご経験を伺ったところで。最後のコーナーに行きましょうか。最後はこちらです。 今なぜ理系学生が求められているのかです。このコーナーでは今ビジネスのどのようなシーンで理系出身者の活躍が期待されているのか伺っていきたいと思います。今回フリップボードをご用意いたしましたので小柳さんにお書きいただきたいと思います。はい、どうぞお書きください。今なぜ理系学生が求められているのかぜひ小柳さんの回答を皆さん楽しみにしていただきたいと思います。 このコーナーを通してですね、理系学生の皆さんの専門性や学生時代の経験が業務にどう必要とされているのか明らかにすることで、ご自身が活躍できる場所の選択肢を広げていただきたいなと思っています。はい。なぜ求められているのか伺いたいと思います。ではではでは行きましょうか。小柳さん、オープンです。はい。はい、お願いします。 自分が思っているのはやっぱり理系学生は答えを導き出すパワーっていうのが持っているのかなと思ってていいます、はい、ぜひ詳しくく教えてください、はいえっと、やっぱりその課題解決っていうところで実験レポートでも研究でもいいんですけどそのある課題に対して自分で考えて答えを出すっていう力はもちろんその,そのプロセスは関係なくてあの自分で考えるのに加えて、まあ、先輩に聞くでも その同期に聞くでも何でもいいんですけど、はい、やっぱり答えを持ってくるっていうそこの力ですね。その探究心的なものが理系の方は強いのかなと特に、はい、感じてます。はい。わかりました。その答えを導き出すために、う専攻関係なく一番必要な資質って何だと思いますか？ああ、資質ですか。探究心ですかね。探究心持っているのが大大事かなと思います。 実際に小柳さんもこう答えを導き出すためにめちゃくちゃ苦労したご経験ってきっとおありですよね。やっぱりその難しい課題とかに壁とかにぶち当たっちゃうと、うん、なかなかその答えが出てこないと思うんですけど、うんはい、そこで折れちゃうんじゃなくて自分の中でその気になっちゃうのでその答えがですね。うん 気になっちゃうので、まあ、必然的にこう調べるなりこう誰かに聞くなり、はい、何かしらの形でその答えを持ってくるというのができててるのかなと、はい、思ってます気になっちゃうそうですよねこうもういいかってできないという,そ,う,そ,うそこがこ、はい、まさに強みう、ね、あそうですね、はい。ね。楓さんはいかがでしょうかあのソニーグループさんにおける立憲出資者の方の活躍フィールドというのは、はい、具体的にどういったものがあるかというのをぜひ教えてください。 はいいありがとうござます冒頭にご質問いただいたのと少しかぶるんですけれども本当に選考の幅問わずいろいろな場面で活躍いただけるフィールドはあるのかなというふうに思っておりますのでこの選考と結びついた仕事っていうのも大事だったり知識はもちろん生かせるかなというふうに思うんですけれどもやっぱり答えを突き詰めていくっていうところでやっぱりそれに興味がないとそれってできないかと思いますので自分が興味があるプロダクトとか あの製品だったり技術だったりっていうところをこう突き詰めて活躍されていく方っていうのは多いと思いますしあの本当理系出身でもまあみんながみんなエンジニアっていうケースもありますしそうじゃなくてビジネスサイドでコーポレートとかで理系の資質を生かしてあのエンジニアとこう駆け足になるような形でこう活躍されている方ってもいらっしゃるかと思いますのであのちょっとざっくりですけれども幅広くあるかなと、うん。うん いろんなキャリアパスが描けるというところですけれども、またこうキャリアチェンジっていうのもできるんですかね、はい。あ、結構ありますね。あの、いわゆるこう社内公募っていう制度があって。うん、いろんな部署で、こんな社員募集みたいな求人広告を出してて、うんうん、それであの移動していくっていう人もいますし。あのユニークなのがフリーエージェント制というものがございます、はいはい。あの野球のフリーエージェント、はい、はい、いただきまして、あのハイパフォーマー。 評価が仕事の評価が高い人に対してエージェント権が付与されていろんな部署でからお声がかかっていいオファーがあればあの成立移動が成立するっていうこともあったりしまして実際あの私の人事の中にも元エンジニアで人に興味があって人事部に移動してきたっていう人もいたりしますそうですかそういった制度が結構整っているというと、ね、そうですねはいあのかなり整っていると思います。 あとはこう小柳さんのプロジェクトのお話もありましたけれどもやっぱり裁量権について伺いたいんですが小柳さんご自身でもいいですし他の方を見たときにやっぱりソニーグループならではのこう若手のチャンスの場っていうのはどうですかそうですね、はい、やっぱりまあ自分のまあ学生者のとこなしとかの話を聞くとやっぱりその自分にこう振られてくるその業務の大きさっていうのは大きいのかなとは、うんはい、思いますね。 でそのまあ自立的にこう自分で仕事をやるっていうところもそうですしやっぱりその若手がこう活躍できる、はい、環境であるのかなとその辺りは楓さんも社としても力を入れてらっしゃる。うん そうですねもし今見ていただいてる皆さんが新入社員として入社をしてくださった場合は最初にもちろん研修などはあるんですけれどもどちらかというと OJT で実践で学んでいくスタイルを大事にしておりますので本当に先輩と同じ仕事というかアサインしてまずはやってみようみたいなところも強かったりしますし結構1から10までガチガチに仕事を与えられるというよりかはさっき小柳も話してました 部署の課題とか自分がこれをやった方がいいんじゃないかっていうことを結構自分から提案をして、うん、じゃあやってみればみたいなことも多かったりするのでそういった仕事の進め方が多いので必然的に成長の機会はあるかなと思います。あとはやっぱり海外 キーワードにあると思うんですが <laughs> 理系の方も結構行かれてますがどうですかあそうですね、はい、あのうちその、えっと、売上げの利益だったり、うん、社員の割合も大体いい6割ほどが実はグローバル海外っていうところもあります。理系の社員技術系のの社社員員技術も多く、うん 行っててましてもちろん駐在っていう形でいく方もいらっしゃいますし、うん、あと学会で結構いろんな海外でいろんな大学だったりっていうのがあったりするので学会に出張に行ったりですとかあの海外で書かれてる最新の技術の論文を読んで自分の仕事に生かすっていうこともあったりしますのでそういうチャンスは結構多いかなと思います。小柳さんは働かかれてててグローバルを感じる瞬間っっありりますすそそうですね、はい、やっぱりその あの戦,ってる戦ってるんですけど競っている会社がまずそのグローバルっていうところもあるんですけれどもそれに加えてやっぱり先ほどおっしゃってたようなあの海外赴任っていうところでそのあのソニーセミコンダクターソリューションズとしてもやっぱりその海外で業務をしている方もいらっしゃいますのでそこは,はいあ,のあるのかなと思ってます。 周りの方で、同期の方でも、海外で活躍されている方もいらっしゃいますか。あそうですね。はあ、結構、あの、毎年一人とかは、行かれてるので。はい、そういうチャンスは、えっと、ちゃんとあるのかなと、思います。結構、こう、海外チャンスが多い部署だったり、こう、事業みたいなところって、結構。あるんですかね。どうですか。 そうですねありますねあのまあ、部門いろんなその事業の部門の中でも、うん、特にそのまあ海外に関わるような部門っていうのも結構あったりしますしありますかねはいなのであのまあそのどことあの一緒に仕事をしているかとかそのカウンターパートにもよるかとは思うんですけれどもかなりあのチャンスは多い方だと思いますありがとうございます、はい、結構じゃあ希望を聞いてうん、うん、キャリアを積めば海外チャンスがあるということですか、ね。うん あそうですね、うん、あの希望だったりあの、まあ、会社から行ってみたらって言われることもあるそうなんですけれどももし行きたいっていう気持ちがあれば言っといた方がいいのかなとは思いまますわかりました先ほど理系の方に期待されている、まあ、資質みたいなところを伺ったんですけれどもこう活躍が期待されているこうソニングループさんでの領域みたいなものってあるんですか逆ににど,どううででですすかかそねもも本当にぜ全部ななのかみたいな<ー>気もしてはいはい、はい 特にと言われるとなかなか難しいところはあるんですけれどもソニーグループとしてはあの、まあ、いろんなものを作ってこう、うん、歴史を歩んできた会社ではあるんですけれども、まあ、最近はそれをの技術今までこう培ってきた技術を生かしてもっと新しいこと、うん、例えばイメージセンサーの部門であればあの車の自動運転にあのイメージセンサーの技術を使って<ー>安全な社会の実現にと、はい、ところもありますし少し違う部門ではあの宇宙事業っていうのも実は <laughs> あの行ってて。 はいはい、ソニーのカメラを小型衛星に積んでそれをこう地球から操ってなんか宇宙とか地球の写真を撮るみたいな事 <laughs> 業も行ったりしていて<ー>あの本当にこういろんなあのソニーの技術を使ってもっともっと新しい社会の実現を行っていきましょうっていうことはいろんな部門で行っておりますので結構その、まあ、理系の方が持っているような新しいものを作り出すとか技術を突き詰めるとかっていうのはうあのいろんな部門で求められているかなと思います。 すごい新規事業も結構じゃあ、あプロジェクトも割と多,多く、はい、結構あるかなと思います,いですか。若い方もそこにはアサインできる。あ、そうですね。はい、あの関わる方もいらっしゃるかなと思います。すごいです。イメージセンサーだけでも、こうどん、すごい広がりがあるんですね。小れさんは。 スマートフォンっていう形で携わっていらっしゃる。そうですね。自分もスマートフォン特化で <laughs> やらせてもらってます。はい、そうですか。これそれまたにかけてこういろいろとイメージセンサーという軸でいろいろとこう業務をやられる方もいらっしゃるんですか。あ、そうです、ね。はい、基本的にはでもそのイメージセンサー軸は会社として軸を持ってるんですけど、えー、そのあの我々としてはあの一人その一担当というか、うん、スマートフォンだとか一眼レフとかっていうところで積み上げてえっと、うん、研究してますね。 分かりましたあっという間にお時間が来てしまいましたので最後にですね今後のインターンシップの告知お願いできますでしょうか。 はい、皆さん今日はご視聴いただきましてありがとうございます。あの今日の話聞いてですねソニーグループに興味を持っていただいた方はですねあのマイページ上でイベントのご案内など今後お送りしていきますのでぜひあのワンキャリアさんの方であのソニーにエントリーいただけたらなと思います。で直近はサマーインターンシップのご案内がございますのであの大きくプログラム2つご用意をしてましてまず2週間から4週間ぐらい一緒に社員と肩を並べて仕事をするという職場密着インターンっていうものとあともう少し短い期間であの会社の事業についてと限る について知っていただくオープンハウスというプログラムがございます。はい、で、こちら特に職場密着インターンの方は、冒頭でもお伝えした通りコースがかなり多岐に渡るということもございますので、ぜひあのお早めに採用サイトからコース見ていただいて、興味があればエントリーいただければ嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。改めましてソニーグループから海樹さんそして小柳さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。したそれではまた次のセッションでお会いしましょう。さようなら。